男子プロバスケットボールの B リーグで圧倒的な強さを誇る千葉ジェッツ。アメリカでプレー経験のある富樫勇樹キャプテンを擁し、前人未到の3冠に挑む強豪チームに、今シーズン県出身選手が加入しました。甲府市出身の米山ジャバ伊代選手、21歳。自分がコートに立った時は、まあ、本当チームの勝利に貢献できるようにっていう、なんていうんですか、意識で頑張ってます。米山選手の武器は鍛え上げられたフィジカル。今年1月のデビュー戦でも類いまれな身体能力を見せつけます。相手ディフェンスからのファウルをものともせず、確実にシュートを決めてみせました。チームメートも信頼を寄せています。シュートも入るし、ドライブもそのちょっと当たられても、まあ、フィジカルが強いんで押し負けないです。いやもうガタイもでかくて体も強いんで、まあ、外国籍には負けないディフェンスやったり、まあ、能力も高いそのダンクシュートやったりっていうところが印象的かなと思います。そんな米山選手は久川小学校5年生の時にミニバスを始めます。小5までサッカーやってて、でお姉ちゃんがもともとバスケやってて、その時にそこの監督にもバスケやんないかって誘われて、まあ、あと遊びでシュートとか打ってたらまあ楽しいなと思って始めた感じです。プロになることを夢見た米山選手、富竹中学校に進み、2年生の時にはダンクシュートも。恵まれた体格とセンスを見込まれ、全国屈指の強豪校、長野の東海大諏訪高校に進むことになります。なんかバスケが好きっていう気持ちがすごい強くて、とにかくバスケをしたいということで、そう、初めてのダンク、あの多分洋華堂の公園で、なんかもうボロボロのゴールなんですけど。バスケのため親元を離れた息子に両親は、So happy but so sad, ね? Because it's first time leaving the house, ね? So, you know, my son, he really tries to do his best to be a better basketball player. And I really respect him and, ね? So proud of him. レベルがもう本当全然違かったです。周り上手くて。もう毎日の練習がもう辛すぎて、日々の練習だけで、まあ、ちょっと上手くなった感じですね、はい、強豪校で能力を開花させ、高校2年で世代別の日本代表に選出。その後専修大学に進み、3年生で千葉ジェッツとプロ契約。小学生の頃に抱いた夢を叶えました。まあ、最初は本当にもう話いただいた時は、まあ自分でもびっくりしましたし、まあ B リーグ見てれば、まあ千葉ジェッツってまあ絶対分かるチームなんで。しかし強豪チームの中でコンスタントに出場できていないのも事実。全体練習が終わった後のコートには、黙々とトレーニングに励む米山選手の姿が。フィジカルとともにもう一つの武器とするスリーポイントシュートを磨く日々です。まあ、試合で落とさないために、まあ、練習でも全部決めるっていう意識で打ってます。本当スリーポイントとかだったらもう勇気さんとかめっちゃ一流の人いるんで。日本代表キャプテンでスリーポイントの名手でもある偉大な先輩富樫選手の存在も大きな刺激です。いつかは追いつきたいですね、ゆうきさんみたいに。まあ、B リーガーといったらっていう、まあ、自分の名前が挙がるような選手もいたいですね。まあ、まずは日本で活躍して、
世界でも活躍できるような選手になりたいですね。